アマゾンブックスはアマゾン .com が所有する書店チェーン。2015年11月2日に最初の店舗がワシントン州シアトルにオープンした。2017年時点でアマゾンブックスは13店舗を持ち、さらに店舗を開店する予定である。シアトルの最初の店舗の本棚には約5000タイトルの作品があり、棚のスペースを使って背拍子の代わりに 外向きの本の表紙を表示している。アマゾンによれば、スペースの効率的な使用よりも、著者とその作品を展示した方が良いと決めたという。棚は amazon.com のウェブサイトから肯定的なレビューとスター評価を表示し、書籍の価格はオンラインで販売されている同じ商品と一致する。アマゾンブックスでは、アマゾンキンドル電子ブックリーダーや、キンドルファイアタブレットシリーズ、 アマゾンエコー及び Fire TV を含むアマゾンの電化製品を販売している。アマゾンブックスの2店舗にはカフェも設置してある。ワシントン州シアトルのショッピングセンター、ユニバーシティビレッジにある最初のアマゾンブックス店舗は2015年11月2日にオープンした。この店舗は2015年にポップアップストアや複数の大学キャンパス内に ピックアップ拠点をオープンしていたアマゾンにとって初めての永久的な店舗であると表現された。2016年2月、テクノロジーニュースサイトのリコードは過去に最初のアマゾンキンドル電子ブックリーダーを立ち上げたチームの一員であり、長年のアマゾン役員でもあるスティーブ・ケッセルが小売店のイニシアチブを率いていると報じた。プロジェクトの開発中、それは市への提出書類で、 プロジェクト案と呼ばれていた。ポートランド都市圏のワシントンスクエアモールにある3点目のアマゾンブックス2016年2月2日、ウォールストリートジャーナル氏は、米国で100以上のショッピングモールを運営するゼネラルグロースプロパティーズの CEO の収支報告中の声明によるものとして、アマゾンが400点規模の書店の出店を計画していると報じた。翌日、同社により声明は撤回された。 2016年9月7日に Amazon Books の2店舗目がカリフォルニア州サンディエゴにオープンし、それに続きオレゴン州ポートランド近郊のワシントンスクウェア、マサチューセッツ州、デダムのレガシーパレス、リンフィールド、シカゴ、ニューヨーク、ニュージャージー州、パラマスで開店した。ニューヨーク、ワシントン州、ベルビュー及びカリフォルニア州、 ウォールナットクリークなどの他の店舗も2017年から19年の間に開店する予定である。2016年11月、アマゾンブックスは本などを購入するアマゾンプライムの非会員に対してネットの価格ではなく出版社の希望小売価格で請求し始めた一方、プライム会員はネットの価格と同一のままにした。2017年時点で アマゾンブックスは米国で13店舗運営しており、近い将来にさらに複数の店舗を開店する計画である。シアトル地域の書店はアマゾンが1店舗を構えたことに警戒心を示し、ユニバーシティ地区のユニバーシティブックストアはアマゾンの書店がオープンした2ヶ月後に異なった消費パターンに言及した。アマゾンの広報担当者は 同社が個人書店と彼らの事業に干渉するかもしれないという発言を退け、オフラインの小売業はたくさんの商社を受け入れる大きな余地があると述べた。新刊と中古本を扱う全国的チェーンハーフプリンスブックスの上級副社長は実店舗書店への拡大が産業にとって何か良い,いことがあることをアマゾンが示しているとして関心を寄せており、 2016年2月にアマゾンの行動は活字は死んでいないというサインであったと述べた。オレゴン州ポートランドに3番目の店舗をオープンすると発表した後、地元の書店チェーンパウエルズブックスのミリアムソンツ CEO は実店舗を開くためのアマゾンの動きはオンラインでは再現できない特別な何かが実店舗の書店で起きることを認めたためであり、ポートランドは 本の愛好家や本の買い手でいっぱいになっている都市、銀行強盗、ウィリー・サットンのそこに金があるからだという皮肉を引用しつつ述べた。ありがとうございます。